皆さんこんにちは。はじめまして。秋田県の新聞社秋田先駆け新報社がポッドキャストを始めまして、今回が1回目の放送となります。ではまずは自己紹介から。私 MC を務めますフリーアナウンサーの武藤彩子です。よろしくお願いします。 ありがとうございます。そして私のお隣が、秋田先駆け新報社社会部長の小松義和さんです。お願いします。はい、小松です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはですね、このポッドキャストの番組名なんですけれども、マンズネマレです。マンズネマレ。マンズネマレ。そう。うん、まあどういう意味か、まあ秋田の方ほとんどご存知かなと思いますけど。思いますけどね。まずここに来て座って一緒に話しようよと、学校でもつまんでと。学校ないけど。実は私と小松さんは同い年でして、ね。杉戸市なんだ昭和50年生まれで、うん、そうそう、まあ、同期というか、まあ、違う会社ですけど社会人のスタートが一緒ってこと。そうそうそう、同じメディア界でね、そう頑張ってきたんですよね。そうです。私はちょっとね、秋田市の山王のね、うん、あるテレビ局で社会人としての第一歩を踏み出しまして、うん、はい、小松さんは、うん、先駆け新報社、最初社会部、生理部っていう内勤でしたけども、2年目から社会部。社会部、うん、ね、長いです、ね、長いですよね、うん、もう本当ね、あの頃ね、就職氷河期で大変だったじゃないですか。そういう時代でしたね、ね、我々は本当ね、うん、そんなこんなでやってきた2人が、うん、はい、ここでポッドキャストをやることになりまして、いやこちらこそお世話になってます、うん、このポッドキャストでは秋田先駆け新報の記者の皆さんが日々の取材活動で得たとっておきのお話ですとか、裏話を交えて、裏話メインに、うん、はい、皆さんに聞いていただけるように、こう井戸端会議みたいな感じで、はい、うん、はい、学校ネスドもない、ね、学校ないね、学校はないね、うん、なんかこう病院のこう待合室的なね、はい、感じよくないですか。学校だ、病院の待合室さ、学校だもん、持って帰りますもんな、まずねまれみたいな、あ久しぶりみたいな感じでね、うん、ちょっと進めていきたいと思いますが、はい、うん、ポッドキャストって皆さん、まあ聞いてらっしゃる方は知ってるから聞いてるんですけど、うん、インターネットのこうね、ラジオみたいな、ね、ラジオみたいな、そういうイメージですよね。ね、こう、うん、なんだろう、かしこまった感じではなくて、私たちも言い間違ったりとか、こう、うん、言いよどんだりもしながら、うん、進めていきたいと思いますので、そうそう、どうぞどうぞ。バランに。はい、うん、お付き合いください。お願いします。はい。1回目、今回はテーマが、なんつっても、秋田は今熊ですよ。うん、熊ですね。熊ですよ、もう。今年の重大ニュースさ、入るの確実ですか。いやもうアーバン、うん、なんだっけ、アーバンビアよ、もう本当に、うん、なんだこりゃって感じですよね。そうそう、22日のね朝6時も、やっぱり80代の男性が佐渡美温泉の近く、秋田市のね佐渡美温泉の近くで頭を噛まれて、はい、怪我をしてしまったり、今になってもまだまだ発生してるんですよ。70人超えてしまったですね、今年、ね、人身被害、今年は事故多かった、本当にこうね、怖いなっていうのがもう身近で、うん、そう、やっぱりいつ熊に襲われてもおかしくないという身に迫る危険が今年ほど顕著になったことなかったと思うんですよ ね、 ね、こんなに怖がりながら住まなきゃいけない秋田県って大丈夫かって感じですけど、なんで秋田ばっかりこうなんなんですか、ね、他の県全部入れても全国の人身被害の3分の1ぐらいは秋田県になってるんですよね。他の県でそんなに起きなくて秋田県だけっていう要因考えると、例えばブナとかどんぐりが大凶作だからっていう理由を唱える方いますけど、それもその通りだと思うんですけど、うん、だってそれだったら他の県だって何があってなんです。そうそうそう。で、じゃあ何が違うかっていうと、やっぱり過疎化とか人口減が他の県に比べて秋田県すごく著しく進んでるっていうことが、結局熊とかの野生動物界と人間界の陣取り合戦の中で人間側が負け始めてきてるって、そういう熊の生息域が広がってきてる、うん、人間の方に押してきてるっていうのが背景にあるんじゃないかっていうふうに私見てるんですよね。もう一つは、ね、取材してますからね。そうです、うん、ですね、長くやってきてそう思ってるのと、実際航空写真とかで比べると、やぶかしていった場所が
アギラガニ 2,30 年前に比べて増えてるんですよ。耕作放棄地とかそういったことがヤブ蚊の原因になってて、はい、うんうん、でそこさ、ほらハンターの人方が高齢化して、あの有害駆除してけれって頼まれても全部できなくて、うん、そういうのが重なってどんどん繁殖が進んだ結果、うん、今年のような状況が起きてしまったんじゃないかなっていうふうに見てます、うんうん、人口減少進んでる地域って言ってみればそういう場所ですからね、うんうん、こうね、どっちかっていうとね、熊がどちらかというか住みやすい場所、うん、そう、うん、そこがもう本当一気にね、うん、熊に攻められてるとしたら、うん、これはいつまでこれがしよ、昔というか以前のやつ見るとあのお腹減ってよく寝れなくて最後まで動き回って、冬眠の直前まで動き回って、雪降ってからも動き回る痩せ熊なんて見られたりしてるんですよ、うん、過去のケース見ると。痩せてる熊ね、うん、はい、もう雪降ってからも、うん、雪の上歩いて食べ物探してるわけですよ。そういったケースもあったから、今年も12月1月になってももしかしたらあの出没するかもしれないって警戒しなきゃいけないというふうに私は思ってます。まだまだですよこれ。いや寝てくれればいいのになって、だから子供の登下校とかも心配じゃないですか。いや、 やっぱり本当心配ですよ、うん、もう今もうね、本当子供たちはねかなり、ね、そうそう、うん、学校でいくら教えても、うん、やっぱりいざね熊出てきたらどうするかって考えたら、子供の立場なんて考えば本当お金ですよね。いや親だって守りきれる、なんかどうやっていいか分かんない、どうしたらいいんですか ね、データ上お医者さん、怪我の治療したお医者さんたちの統計を話聞くと、8割ぐらいは首から上を狙われてるということが分かってるんですよ。首は、うん、とか頭部を狙われてるって、はいはい、まあ、そこ動物にとっての急所だっていうことをクマは分かってて襲ってくるわけですよ、うん、そこを狙って。なのでランドセルとか子供を背負ってるんであれば、ずり頭の方にずり上げて小さく体をかがめるとかっていうことがやっぱり最善の策っていうか、こう上にグッと、そうそう、いけるかな、いざクマいるところでこう、うん、グッとか、ね、とにかくでも首だけは絶対守んないと。あ、首ね、うん、はい、一番噛まれて出血しやすいので首、ね、首、うん、もうじゃあもうとりあえず学校から帰ってきてももうランドセル背負ってきなさいって、公園で遊びに行ってきますランドセル背負ってきなさいリュックでもいいし、リュック背負ってきなさいってね、うんうん、そうそう、とにかく首守る、首頭守るように。いや怖いです。大人も一緒ですけどね、もちろんね、うん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 、いやもう本当ね、でもいや私いざクマと遭遇したらやれる自信はあんまない。でもスプレー持ってるすべそう、いやいや、スプレーは、うん、スプレーは昔その取材の一環で取材した時があって、もう10年ぐらい前だから、今もしかしてスプレー進化してるかもしれないんですけど、うん、その時にこうスプレーのこうわーってこうね、切り見たくなるのをカメラに撮りたくて、唐辛子スプレーの噴射されるやつを、そうそうそう、噴射をね撮りたくて、そう、あの秋田市の山王のね、あの敷地内、はい、会社の敷地内で実験をしたんですけど、山王って住宅街、そうそう、ビジネス街そのものですよね。私はスイッチメガネもしてたんだけど、うん、そしたらそのスプレーが、まあ、カメラはちゃんとね映像は撮れたけど、うん、上にこう回っていっちゃって、はあ、で2階のあの庶務の女の人たちを直撃して、なるほど、そう、すんごかった、大変な事故が起きてしまった、大事件ですよ。車内放送かけられて窓閉めてくださいってなんかもう大事件で、私始末書書いた、始末書書いた、そう、生まれて初めて始末書ってこう書くんだと思って。なるほど、そう、ちょっと今笑いの我慢したのを笑ってしまって、ここら辺始末書横腹痛くなった。いやいや、そんな面白い話でもない。でも始末書と天罰書だったら始末書なんで。ああ。なんかわかんない。天罰って書いた方がちょっと罪が軽くなりそうだと思ったんだけど、始末書ですって言われてね。まあそれいいんだけど、でも、あれいざ、うん、シューってやるの結構勇気もいるし。うん、そうそう。だから持ってて安心って思うかもしれないですけど、使えるかどうかってまた別の問題出すのが。で、今、あやこさんおっしゃったように、市街地で使えば、うん、ちょっとね、どういう別の影響を及ぼしそうじゃないですか。クマサだけ言っていければいいのも、例えばペプト連れてる時に使ったりすれば、ペットさかかってしまったらどうするかとか、ね、近隣の人さ、うん、風で行ってしまったら何とすればいいかとか、うん、考えると市街地で使いにくいですよね、なかなかね。だけど、よっぽど練習して、うん、熊に近づいてやるっていうのはちょっと現実的にどうなのかな、うん、自分ではいけるかなっていうところはあるけど、ね、でもなんか対策ないともう、うん、
怖いです、うん、さっき言ったようにやっぱり恥合わせして、うん、もう襲われるっていうのはどうしようもない状況になったらやっぱり首頭守るっていうのが優先なんですけども、うんうん、専門家の人たち今言ってるのはあれ公務員としてハンターを宿ったらどうかと熊だけでねがイノシシ度がサル度が日本かもあの日本鹿とかいっぺんで鹿、ねうんうん、カモシカは特別天然記念物がそれは別々、うんうんうん、その鹿が出てたりしてきてるのでそういう野生動物の害がいっぱい出てきてるってことも鑑みで、はい、今度行政の方にハンターを置いて宿うという形がどうかっていうことを検討され始めてるんですよ。あ、確かに検討した方がいいって言われ始めてるんですよね、うん、ハンターの皆さんいるっていうだけで心強さはありますよね。そうそうそう、だから各市町村役場に置く必要もないと思うんですよ、うん、例えば県の地域振興局単位で置くとか、ねうん、そういう形で運用してやると住民の安心感もなんぼか違うかなと思います、うん、まあ、いずれにせよ熊の専門家はねこれがどんどん必要になりますね、うんうん、って感じはします。来年がもう怖いし、ね、これからも気をつけなきゃいけないってことですね、うん、はい、ということで、うん、今回1回目熊のお話で盛り上がりましたが、はい、どうもどうも、はい、以上で1回目は終了で2回目も続いてちょっと熊の話題と離れますけども、うん、放送しますのでぜひ聞いてください、はい、では最後の挨拶いきますよ、はい、せーの、ヘバマンズ。あ、ちょっともう一回やり直して。いいですか、もう一回いきますね。せーの、ヘバマンズ。こんな感じ、はい